どうも、お疲れ様です。動画をご覧の皆様。今回はですね、FX のことなんですけども、昨日起きた日銀政策会合のことについてちょっとお話をしていこうかと思います。これファンダメンタルの技術に関わっているく、ることなんで、普段のテクニカルばかりを放送しているね、FX の相場解説とはちょっと違った趣きになりますけどもえ、昨日の13時にこんな発表が、日経新聞の方でありました。日銀の 大規模緩和を維持とということですよねで金融政策のレビュー実施へということで私が反応したのはここですね。大規模緩和を維持するってことはこれねあの円安が加速するっていうことだと解釈できるんですよ。ということはテクニカル的には倍の方向に玉を持っていれば利益をね出すことが考えられます。 ただしよくあるように下に一気に触れて上の方に大きくいくってことがよく考えられますそうなると玉を倍の方向で持っていつものようにロスカットラインを設けてってことをやるとロスカットで刈られて玉がなくなった後で急激に上の方に行くみたいなことも起きてくるんですよね、まあ、ですんでここはねなんでテクニカルをお話ししてる時にファンダメンタルのことを考えるなとかね それからこういうふうな材料の時には玉を抜けっていうかというと実はですねロスカットラインを引くことがあんまりポジティブに働かないんですよですんでかなりのリスクを抱えていくことになるんですよねここまでお話して分かりますかねちょっと難しいですかはっきり言って文章の方はあんまり関係ないんですよ <laughs> じゃあチャートの方を見ていきましょうかこれで分かると思います はい、チャートを見ていただいて、えー、まずは復習しますよ。ダイヤモンドが出たのがここですよ。ダイヤモンドがね。で、ダイヤモンドが出た後に、上下に大きく触れるわけなんですよ。ヒゲを出しながら。その辺はどう思います例えばここですよ。えー、ここです。えー、客観的に見ると、このネックラインを越えて、上の方に寝動きがあります。だから倍を取っていれば、 利益を取れそうなんですけどもでもエントリーするときってロスカットラインを一緒に入れるでしょそしたらロスカットラインをどんなに広く設けていてもここで狩られるんですよまずはね下に大きく行ってで狩られた後で目論見みりこのネックラインを越えて上の方に価格がいくってことなんで結果的には利益は出てたはずなのにロスカットラインを設けてていたのが害になってしまうんですよねでこういう風な値動きするわけですよ で、普段でしたら多少下がることがあっても、こんな感じでロスカットラインに触れないんですよ。でも、ロスカットラインに触れてしまうのが、この材料の恐ろしさなんですよね。じゃあですね、日銀政策会合13時のあの例の日経新聞のリリースがあった時に、倍で玉を持っていくことが分かっていても、ロスカットラインをね、持ってるじゃないですか、倍と同時に。しかも相当な範囲でロスカットラインを下げていても、かられてるわけですよ。これ波の神経だと、 ほとんどの人がロスカットラインで借られた後でこれだけの見込み利益を逃したっていうふうなすごくね苦い思いをするんですよねでこちらのロスカットラインで借られた分の結構金額もでかいですからね、うん、まあそうなるとものすごく大きくロスカットラインを設けるんですかってことになっちゃいますけども、まあどこまで設ければいいのか見当がつきません、ね、だから実質的にはロスカットラインの設定をしないで倍の 玉を持つってことになりますのでかなななりのねこのね胃が痛くなる精神力の持ち主じゃないとこれできないんですよでできないんですけどもテクニカルで鍛え抜いていくと精神も鍛えられてきてそして資金力もできてきますんでロスカットラインを実質的にはね例えば132円925の辺りで儲けながらこの辺りですよ儲けながら倍で玉を入れることができるんで下に大きく触れてもこれが取れるわけなんですよ。 で、実際は一旦止まったところでね、この陰性が出た瞬間にもう理覚をしますけどもね。でも巨大利益が取れるでしょ。うん。この技術ってのはすぐには身につきませんから、ああ、この技術さえ身につけばと思わないでください。単なるギャンブルになります。で、こういうのが、例えば、米国雇用調整っていうのが毎月毎月あるでしょ。まあ最初の金曜日にあ,るありますよね。あれの時に毎回これが、 この技術があると取れていけるんで、だから利益が10倍になるっていう風な、そんなね、タイトルでお届けしたことも今週あったと思います。いや、本当に利益がね、10倍っていうのは言い過ぎにしても、7、8倍にはなりますんでね。で、私のコンサルを受けてる、その、43歳の女性も、この技術を身につけたから、年間で400万と500万の利益が一気に1000万超えるわけなんですよ。うん、だから、そのぐらいの威力持ってるんですよね。だから私、ファンダメンタルは、 テクニカルを学んでる人には、もう全くね、あのー、やってほしくない技術なんですよ、うん。それはもうね、小学生が大学受験するようなもんなんで、これはもうやめとけよって話なんですよ。ただ、テクニカルを身につけて、少なくともレンジオプションをマスターした人には、これを使ってもらいたいなと思ってお伝えすることがあります。えー、具体的にはね、それはね、あのー、コンサルでしかお話ししませんので、あとは私とね、なんか、あのー、ランチでも行った時に雑談でお話しする程度ですけども、まだ、 テクニカルが使えてない方には有害にしか働きませんので焦らないでくださいということでしたねはいじゃあ今回は以上ですこれからも即果塾の FX 相場解説をお楽しみにテクニカルに特化してお届けします特にレンジオプションのマスターにえ皆さんを導いていきたいと思いますんでね、えー、しっかりと学んでいきましょうそれではお疲れ様です